はい、メイドインワリオゴージャスを、開始したいと思います。はい、ちょっとオープニングをカットして、はい、お、はい、メイドインワリオゴージャス、メイドインワリオ、では本編を早速開始していこうと思います。はい、あ、セーブデータあるんだな。あ、これしっかりプレイできるな。下のミーを選んでね。よし、もちろんこの自分のミーを選びます。エントリーボーナスとして1万コインを手に入れた。ガッハッハー、ワリオ様だ。暇そうなお前たちのためにとっておきのイベントを企画したのだ。参加したけりゃここから始めてくれ。そうそう、今流れてるメッセージは Y ボタンを押している間は早送りができるぜ。急いでいる時に使ってみな。おお、おお、かなり便利だね。はい、ワリオの家。ほんじゃたらたら行く。お、なに、え、地下があるの。なに、ウサギみたいなのがいる。なんかノバのマスコットキャラがいる。はい、ゲーム大会の会場が開催されたみたいだね。これよ、大抵最後ワリオ様にやる。いや、もう自画自賛しすぎでしょ。ワリオメイドインワリオカップを開催する。メイドインワリオカップ。聞こえなかった。メイドインワリオカップを開催する。おお、誰、お、なんだろう、なんだお前、なんだろう、なに、イモトの幼女版みたいな感じなんだけど。ゲームを勝ち抜くんだな。ピコピコリーグ。ああ、ピコピコリーグ、ぐるぐるリーグ、タッチリーグ、タッチリーグ。この3つのリーグをクリアすれば、この俺様が直接相手してやるぜ。ああ、なるほどね。わかったわ、待ってなさい。はい、お、にゅふふ、まあそういうことだ。じゃあな。あ、うん。何？ 1 万コイン持ってかれた。あ、まあ参加料1万コインだったからな。お、ピコピコリーグ最初のステージ、最初は出始めだ。まずはここの操作になれるんだな。ワリオ様が優しく教えてやるから感謝しろよ。ワリオ！ぐるぐる、リーグの最初のステージ、ジャンルは出始めだ。まずはここでぐるぐるの操作になれるんだな。ワリオ様が親切丁寧に教えてやるから感謝しろよ。すげえ偉そうな口調。はい、最初のステージは手始めだ。まずはここでタッチの操作になれるんだな。ワリオ様が特別に教えてやるから感謝しろよな。また偉そうな口調だな。はい、じゃあ早速、ピコピコリーグから始めましょう。ピコピコリーグのゲームはボタン操作だ。使うのは十字ボタンとそれから A ボタンのみ、うんうん、シンプルユーこれはもう体験版でもボタンはいつも両方使うわけじゃないぞ。見たからも知っている。十字ボタンだけ、これってスキップできたっけ。 A ボタンだけのゲームもあるからまあうまく使いこなすんだね。スキップできないな。まあいいか、とりあえず見せよっか。始めるぜ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。何入れるな。 A 連打、おりゃ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 、なんつうゲームだ。入れさせないってどういうこと。お、これは懐かしい、ゲームボーイアドバンスでやったやつじゃん。止めてー、懐かしい。あ、これもゲームボーイアドバンスでやったやつじゃん、懐かしい。簡単簡単。お、早速スピードが上がってく。はい、やつを追え。あー、これもあったあったあった。うん、これで白旗あげるんだよね。やばい、懐かしい。よく見て、なんだこれ。あー、これ読み、あったあったあった。確かこれオービオンという宇宙人のゲーム。あー、これは9ボルトのスーパーワリオみたいなやつだね。はい、ボスステージ来ましたね。はい、ボスステージは何だろう。逃げ切れ。はい、うん、あー、なるほど。なんか乗ってなんか脱出しようって感じだね。あー、エルタンで壁を破る。これでクリアなんだ。あ、割と簡単に終わっちゃったな。ブリブリ大成功だ。俺てっきり10でなんかボスステージだと思ったけど。ピコピコリーグ手始めクリアだ。
いいか、本番はこれからだぞ。ダイヤモンドシティにいる仲間たちのゲームをみんなクリアしてかい。次はジミーだぜ、手ごわいぜ。ジミーか、懐かしい、懐かしいメンツだ。お、600コイン。はい、なんだ、あ、タッチでぐるぐる、ま、回すと出てくるやつだね。はい、プロローグと、はい、オープニング。あ、ライオンピコピコの、あ、ムービーシーンか。図鑑がオープンした。ミッションがオープンした。ガチャコロンがオープンした。お、ジミーのステージが解禁した。決まっていけよ。ぐるぐるリーグのゲームは本体を回して操作だ。回す方向には気をつけろよ。この図みたいに左右に傾けろ。まあ車のハンドルみたいな感じだな。たまにAボタンを使うかもしれないから気を抜くんじゃねえぞ。わかったか。ほんじゃあ早速始めるぜ。当然だな。何やってんだよ。やるじゃねえか。飛ばしていくぜ。手始めクリアだ。次はアシュリー&リットだぜ。頑張れ。アシュリー、レッド。じゃあ続いてワリオのぐるぐるをやっていきます。はい、ぐるぐるリール会場ね。はい、マーベメイドインワリオのような操作だね。なるほど、ジャイロ機能を使った操作を。マーベメイドインワリオが再生できたってわけだね。はい、あ、始まるみたい。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。鍛えろ。あー、こうやってハンドルみたいに傾けってやつ感じだね。あ、割と簡単。はっきり見て、あー、これで何やってんだよ。どういうこと。判定よくわかんねえんだけど。はい、これは、あー、なるほどね。左右に振り向く感じ。はい、じゃあスピードが上がってく。はい、次は何、食べさせろ。あー、これで傾けて食べさせるんだね。はい、次綺麗。あー、あー、こうやって A を押すんだね。あー、 A を押すってそういうことか。跳ね返せ。あー、これは踊るメイドインワリオのやつか。はいはい。あ、もうすぐボスステージ。どうやら7でもボスステージって感じだね。さすがもうお手軽。
はい、ゴールしろ。あ、これも踊る名分があるようだ。あ、傾け、うん、ハンドルのように操作するね。はい。おー、惜しい。わ、なんか避けたけど。何この、左右に傾く、なんか動きない傾き、意味わかんねえんだけど。はいはい。曲がっていく。はい、左に曲がって。あー、やべえ、危ねえ、ぶつかる、ぶつかる、危なかった。危ねえ、危ねえ。よし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 。ん？いや、てか、なんで森の中にゴリラがいるんだ？お、ゴール。おっしゃ、ゴール。はい、余裕。どこまで続いてんのこれ。宇宙まで続いてんのこれ。はい、とりあえず、グルリーグはブリブリクリア。グルグルリーグ手始めクリアだ。次はアシュリーとレッド。アシュリーとレッドか。おお、はい、600コインのご褒美を手に入れた。はい、ぐるぐるカチャは、うん、はい、あ、ぐるぐるのムービーゲット。アシュリー、やべ、アシュリーの声かわいい。やべ、いや、アシュリーのゲーム早速やっていきたいんだけど、ちょっとあえてタッチのワリオをやってからアシュリーのゲームやろうと思う。はい、じゃあワリオのグルグルを、あー、じゃない、よし来た。はい、ワリオのタッチをやっていこう。タッチリーグ会場。タッチリーグのゲームはタッチ、はい、タッチ操作。下画面をタッチペンでタッチして遊び、うん、タッチして遊ぶ感じだね。触るメイドインワリオと同じだね。物を引いたり物を動かしたりすることもあるかもな。うんうんうん、確かに触るはそういうジャンルあったね。どうするかって、なんてりゃ指でやってもいいね。あー、指か。まあ、メイドインワリオは指でまあやれないことはないけど。はい、じゃあタッチリーグ開始。はい、綺麗。おお。はい、これはあったな。ぶっ飛ばせ。あー、これタッチして。うん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 、ぶっ飛ばした。おー、いいね。はい、次はワリオを探せ。ん？なにこれ？あー、スクラッチするやつか。あー、やべえ。ちょっと雑なスクラッチだったけど見つけたからまあいいや。はい、スピードが上がる。集めろ。あー、なるほどね。で、スライドして回収するやつだ。オッケー、これは余裕。はい、かき混ぜよう。あー、これはこすって、ま、かき混ぜる感じだ。ぐるぐる回すんだね。はい、次は、一筆書き。あー、そういうことか。つなぐんだ。鼻と鼻をつなげばいいって感じだね。はい、という間にあっという間に、ボスステージに行っちゃったね。じゃあ早速ボスステージはどんなんだろう。着地させろ。なんだろう、なんだろう、ヨッシーアイランドみたいだけど。あ、あそこに、あ、なるほどね。風船割って落として着地させたらいいんだね。はい、へへ。圧勝。なんかタッチのボスの方が割と楽勝な気がする。大成功だ。はい、とりあえずタッチリーグはクリア。手始めクリアだ。次はカットアンダーナだぜ。お、カットアンダーナか。はい、はい、600コイン手に入れた。あ、ガチャ。うんうん、なるほどね。タッチリーグのムービーだ。カットアナ。おー、やべえ、カットのアナの声もかわいい。はい、というわけで、メイドインワリオの序盤は、この辺で終わりにしたい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、続いてはパート2をやっていきたいと思いますので楽しみにしてください。ではまた会いましょう。